ミンクスは今日本日のようなミンクマといったイベントの別イベントとは別に年に2回チアダンスの大会に出場しています。続いてお送りする演技はそのうちの一つである3月末に行われた USA 大会に出場した際に披露した大会演技です。USA 大会に出場するにあたり今の私たちユナイテッドとは何か、チアダンス界のトップになるために今私たちがすべきことは何かをメンバーで何度も何度も話し合いを重ね、今年は例年出場していたジャズ部門ではなく本部門に出場する決断をいたしました。レベルもバックグラウンドも全く異なる30人という大人数の中で一つ一つの振りをぴったり揃えること、メンバー全員が同じ目標に向かって頑張ること、口で言うのは簡単なことが実際には予想以上に大変だということを実感しました。さらに USA 大会を経て私たちの課題も浮き彫りになりました。正直今の私たちにとってチアダンス界のトップになるという目標までの道のりはとても長いです。しかし創立当初から掲げている2大目標を7代目ミンクスで成し遂げたいと心から思っております。 USA 大会で感じた悔しさを胸にこれからもメンバー一丸となって全力で活動してまいりますので、今後も応援していただけたら幸いです。それでは、そろそろ大会 VTR と演技の方に参りたいと思います。ご覧ください。頑張れ。その目指してた演技っていうものの天井の低さみたいなのを改めてやっぱり感じてしまったところがあるんですけど、今回本部門に出場した意味っていうのは少しは得れたのかなって思ってて、練習の仕方一つにしてもチアダンスに対するアプローチの仕方一つにしても気づかされる部分がすごく多かったので、そこに気づけたことは本当に大きな糧になったかなと思うので、このまま JCDA まで突破していきたいなと思います。予選突破はできるけど入賞はできないチームで、本番中に決めに行こう決めきる力と全員でユニゾンでこう持っていく力と演技面ではその2つが圧倒的に足りないなと思ったので、その2つを意識していかないといけないなというふうに思っているとチームとしてはメンバー同士信頼関係を築き合って強いチームにしていけたらいいなと思います。今までの私たちのしてきた練習のはまさにすごい気づかされたことと、その練習の中でやっぱり1本を決めきれないことがすごく私たちの弱さだと思ったので、それを今後の大会につなげていきたいなと。I'm loving you.